下我们邀请我们的荆棘甸田的原田社长能够上前致欢迎词。続きまして花田社長にご挨拶の言葉を。京急電鉄の原田でございます。我是京急电铁的原田社长。本日はこのように歓迎していただき、ここ台北駅で州局長と友好協定を調印できることを大変嬉しく思っております。今天非常感谢有这么热闹的这样的迎宾哦，还有可以在台北车站与周局长缔结这友好的协定。台鉄さんと京急は共に1948年に設立されまして、都市間輸送、観光輸送を担う鉄道でありまして、また沿線に河津桜の名所もございます。共通点が数々ございます。那我们台铁局，台铁局京滨电铁，都是设立于1948年。是担任于都市运输以及观光运输的铁路，那沿线有合资、樱花等观光等各多数的一个共通点。私どもは路線が87キロと非常に短い鉄道会社でございます。台鉄さんは1087キロと、全然規模は台鉄さんの方が大きな鉄道会社ですが。私ども双方の沿線地域をさらに活性させていくことを目的としまして、今回の友好協定を結ばせていただくことにいたしました。那京急的运输距离是84公里，那台铁是有1400多公里，那当然这个距离是相距的差距是非常大，但我们希望我们的沿线可以更有更多的发展。台湾から日本にお越しになるお客様、昨年は過去最高の282万人を記録した。地域別で見ますと、世界で一番の国が来ていただきました。そして日本からも多くの人が台湾を訪れております。那我们台湾去年去访问日本的观光客是有282万人，那也是突破我们日本的一个新纪录。那也是以地区别来算是访问第一。多的一个城市，那希望我们日本也有很多数的观光客也可以来访问台湾。私も昨日初めて台湾を訪れました。残念ながら今日帰ることになりますが、このように私以外にもですね、今後台湾を訪れる日本のお客様も非常に増えてくると思いますし。台湾から日本に来てくれるお客様もますます増えることと思いますので、一層台鉄さんと私どもが協定を結ぶことによりまして、ますます交流が盛んになることを期待しております。那我也是昨天第一次访问台湾，那也很可惜，今天就要回日本了。那也像我这样的一个很期待来台湾的一些观光客，今后有更多的一个人可以来访问，那跟台铁的交流，更多的一个交流吼，以后这样的观光客可以期待更多。先ほどは州局長からもお話ございましたが、私どもの線路は羽田空港に直結している路線でございます。山手線のターミナル駅の品川駅から国際線ターミナルの11分と非常に短い時間で運行しております。その東京の玄関口でございます羽田空港と台北ソンシャン空港の間には毎日8往復の便が就航しております。京急はその直結しているメリットを生かしまして、東京のスカイツリー、浅草、横浜、それぞれ電車が直通しております。神奈川県の三浦方面にも直通の電車が走っております。那刚刚周局长也有所介绍的哈，像我们京急电铁是有直达可以那个羽田机场的，那也可以算是说是日本的一个玄门，东京的一个玄门。那我们从这个羽田机场到台北机场哈，每天也有8往复的一个航班。那京急哦是跟那个羽田机场可以有连接的，那也可以通达那像
东京那个晴空塔，像浅草、横滨、神奈川县等，哦，这方面的一个铁路。台湾からのお客様が、飛行機を降りまして羽田空港に着きますと、最初にご利用いただくのが、京急の赤い電車でございます。那我们从那个羽田机场哦下机后，第一个所需要搭乘的就是京急电铁的一个红色的电车。ぜひ、主局長にも、今度東京においでの時は羽田空港から私どもの電車に乗っていただきたいと、そんなふうに思っております。お待ちしております。ますます、台湾の方々に、京急に親近感を持っていただきたいと願っております。那也很期待周局长吼搭乘到我们那个羽田机场下车后，可以搭乘我们的京急红色的电车。今回の友好協定を契機に、東京では私どもの記念列車の運行ですとか、台鉄弁当の販売などを予定しております。今後も、さらに様々な取り組みをしてまいりたいと思っております。那我们纪念这一次的协定的一个机缘，我们在东京方面，我们有运行我们的一个纪念电车，以及我们销售我们的台铁便当。那希望以后也有更多的一些活动。台鉄さんと京急の両社、そして沿線地域のますます今回の協定を契機としてまして、お客様でにぎわい、ますます発展するとともに、日本と台湾の交流友好がさらに増進されますことを心から望んでおります。本日はありがとうございました。那也很期待我们台铁跟京急电车的一个更多的一个交流、更多的一个发展、沿线方面的一个发展。那谢谢各位，谢谢原田社长。如果我们台湾到日本去的话，我们都可以吃到我们最怀念的台铁便当哦。好，现在我们将开始进行我们的签约仪式。